そんなこと言ったら恥ずかしいかなとか、そんなこと一切考えなくていいです。意外と国会の中には恥ずかしいおじさんたちいっぱいいるんですね。はい緊張感のない方々です。緊張とは反対、完全視、はい緩み続けております。すごいですね。はいあ大丈夫ですか、この方え。救急車の要請は必要ございません。眠りが深いだけです。はいすごいですね。とんでもないです。何が言いたかったか、どうかですね皆さん、政治に対して遠くのものだと思わないでいただきたい。ものすごく身近なんですよ。 でも今の世の中ではあいつ政治の話とかして空気読まれへんなっていう空気にされちゃうんですよ。おかしいおかしい。政治をタブー化して得するのは今この社会、これ実験握ってる奴らだけになっちゃいますよ。みんなが意見言う当然の空気感にしていこうと。そのための取り組みでもございます。